やみな、こんにちは、今日はモニタリングの感想動画でございます。まあミモリンとカジ君じゃなくて、下野さんが出るよってね、言っておいて感想出さないのはちょっとあれだなと思って、出します。でね、とりあえず楽しかったんですよ。楽しかったんだけど、俺の思ってたモニタリングとちょっと違った。で、俺が思ってたモニタリングを先に言うね。ミモリンと下野さんが出るよっていう宣伝をされたので、ということはミモリンか下野さんがどっちかはめられるのかなって、モニタリングされる側なのかなって思ったんですよ。そうしたらね、違ったね。なんかいきなりヒーハーさん出てきたし、小島よしお出てきたし、あれと思って、まあ、見てたんだけど、まあ面白かったんですよ。まあ見るポイント芸人さんは面白いネタをやってくれましたね。で、まあ俺は声優さんの見るポイントを言います。まあ細かいですけどね。まず両方、下野さんもミモリンも、ラズベリーアーサさんも、同じなんですよ。仕掛け人なんですよ。でね、このミモリンの後半で下野さんが小杉さんに、小杉さんがすごい笑いをこらえようとして、多分みたいになってたんでしょうね。で、そのちょっとしたノイズになる要素を注意してた。これがやっぱプロの現場をその再現してるね、リアリティだなと。だってやっぱりさ、声優さんはそっちの方ではプロだからさ、で芸人さんはそこの方でプロじゃない、素人だから、まあそういう教えをね、注意というかをしてて、なんかあ、すごいな、本当の現場なんだなっていうの。まあ確かにやらせかもしれないよ。俺小杉さんが出てきて、これもしかしたらやらせなんじゃねえかと思ってたけど、まあそこはあえてスルーします。でね、ミモリンがこれまたね面白かったんですよ。ミモリン笑ってたでしょ絶対なんでさ、誰だったっけな、確か小島よしおさんが、まああれでさんつけなくてもいいから、小島よしおがね、アフレコをする番になって、でミモリンとやるんだけど、ね、明らかにね、キャラのセリフがねはみ出てるんですよ。で、そしたらミモリンがこうやってちょっと笑ってるんですよね。ちょっと笑ってそのままアフレコできない感じになっちゃって、まあそこも個人的な萌えポイントでしたね。はい。で、そうだな、他に見どころはごめん、普通にまあ面白かったよね。声優さんだけの見どころを言うとそんな感じですね。だからあんまりその声優さんの出番がなかったっていうか、どっちかっていうとそのまあありえない声優オーディションがあったらっていう現場を題にした小杉さんを試す回みたいな感じでしたよね。どっちかっていうと僕はそう思いました。なのでぜひミモリをはめてください。ミモリ鈴子さんをはめてあげてください。だって女優、いろんな女優さんもなんかお化けが出てくるところのシーンをなんかね、見せてモニタリングしたりとかするじゃん。だから別に事務所 NG ならしょうがないですけど、もうミモリ鈴子さんのお化けが出てきてビビるシーンとか俺めっちゃ見たいですから、めっちゃ見たいです。はい。まあ思いのほか下野さんがお化け大嫌いでビビるみたいな、あ、分かった、下野さんに唐揚げをその食べさせるんだけど、そのなんか唐揚げ1個になんかロシアンルーレット的な要素を含んであってそれを食わせて美味しいというかみたいなロケでテストさせてみたいです。はい、ぜひ採用してください、視聴率取れると思いますよ。はい、ということで今回はこんな感じでね、動画を締めさせていただきたいと思います。まああんまり長くやってもねしょうがないのでまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。